両六十型潜水艦は、日本海軍の潜水艦の艦級、L4 型とも、同型艦級隻。L3 型潜水艦の改良版であり、L 型の最後の艦級である。設計が全面的に改められ艦型は、大型化し、上部構造物も幅が広がった。魚雷発射艦は4門から6門に増強されている。 これらの改正により基準排水量で約100トンほど増大し、速力は低下した。1923年から1927年に、至る4年の間に9隻が竣航した。第二次世界大戦ではもっぱら監視や紹介を行い、敵艦船を撃沈することはなかった。また、大戦後半は練習潜水艦に使用された。戦争中に5隻が潜没し、残りは米軍によって、 海没処分された。艦名は1924年11月1日、ロゴ大潜水艦と改名建造所はすべて三菱神戸。両六十型は同系艦9隻からなるため、3個潜水隊を編成した。すべて佐世保鎮ュ府に配備されたため、スケチンの固有番号の21から30までの番号の潜水隊である。 うち、第24潜水隊は、海戦前に、解体され、所属艦は再度潜水隊を編成しており、こちらは、舞鶴鎮守府に配備されたため、マイチンの固有番号を与えられて、第33潜水隊となった。佐世保鎮守府赤の両 60, 両 61, 両62で編成。訓練や警備に使用され、太平洋戦争では初期に、中部太平洋や北方海域で、 紹介任務に就いたが、後期は練習任務に従事した。昭和18年12月1日に解体された、佐世保ュ述席の両65、両66、両67で編成。訓練や警備に使用され、太平洋戦争では、ウェーク島の戦い、ラバウルの戦いに参加したが、昭和16年12月17日に、両66が事故により沈没し、 司令官が戦死したことにより、昭和17年2月10日に解体された。前鶴鎮守布石の両63、両64、両68で編成。訓練や警備に使用され、艦の旧式化により、昭和14年11月15日に解体された。昭和14年11月15日に解体された、旧2 4船の潜水艦を、 マイズルチンジュフ練習艦とするべく、両63、両64、両68で編成。しかし、潜水艦要員の拡大が必要だったため、潜水学校練習艦に変更され、クレチンジュフに転出したが、番号はそのままだった。太平洋戦争では初期に中部太平洋や北方海域で紹介任務に就いたが、後期は練習任務に従事した。 昭和20年9月2日に解体された。本館の竣工日は、マルスペシャル、日本の潜水艦、3P45、同日付志向の各法令、人事発令日による。クレチンジュフセンジニッシ、マルスペシャル、日本の潜水艦、IP46、世界の艦船、日本潜水艦誌、P86、世界の艦船、日本潜水艦誌、P103、 福井静雄、写真日本海軍全艦艇士資料編 P 艦歴、表21、明治百年史総書、昭和造船史、第1巻、P826 ではいずれも20年2月12日、としているが、法令や人事発令との相関が取れない。また、管政本部による収益可否判定も2月14日付関本機密、第14万1620番伝で出されている。 本館の竣工日は、マルスペシャル、日本の潜水艦、3P45、昭和20年6月20日付の隠れ達による。マルスペシャル、日本の潜水艦、IP75、世界の艦船、日本潜水艦士、P90、世界の艦船、日本潜水艦士、P108、明治百年詩奏書、昭和造船士、第1艦、P827、福井静夫、 写真日本海軍全艦艇史料編 P 艦歴表18ではいずれも20年6月26日としている艦長たちの軍艦士による ABCDEF 艦長たちの軍艦誌,誌462から463ページ AB 艦長たちの軍艦誌462ページ ABC 艦長たちの軍艦誌463から464ページ ABC 艦長たちの軍艦百466ページ。ABCD 日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録百5 0ページ。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録四4 8ページ。日本海軍史、第7巻371ページ。ABCDEF 艦長たちの軍艦百466から467ページ。 AB 艦長たちの軍艦百467ページ。昭和16年12月大東亜戦争経過記録、作戦経過概要第6号から8号アジア、歴史資料センタール F、C161 億2068万2300、P46、17な2034、上20ク島の252度25回リニオテリオ62、 戦艦首相海中両66戦と衝突、両66戦波瞬時にして沈没する両62、戦波艦内異常なく航行可能な理解軍、生活砲弾478から480ページ、海戦時7鈴の作戦行動、ハット ABCD、艦長たちの軍艦百464から465ページ、ABCD、 艦長たちの軍艦百467から468ページ。艦長たちの軍艦百465ページ。467から468ページ。艦長たちの軍艦百465ページ。昭和20年2月2日付けない例。第93号。内例。第94号。昭和20年2月14日付けない例。第134号。内例。 第135号、五戦水戦大戦時日誌。昭和20年4月10日付け内例、第3 1十号。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録149ページ。昭和20年4月15日付け内例、第331号。ハンディ版日本海軍艦艇写真集19巻71ページ。ありがとうございます。